ははい、こんにちはレトスのオーノです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと1日となりました理解をしながら勉強して今年絶対合格したいという方は是非個別指導をご検討ください今からであれば今年の試験に十分間に合いますんで。 一緒に勉強して今年の合格を一緒に喜びましょう。個別指導の詳細はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。集会は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは集会の手続きを経ないで開くことができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 え答えは、これ誤りですね。4分の3以上の多数の同意ではなくて、全員の同意が必要です。集会の招集手続きを省略するには、区分所有者全員の同意が必要になってきます。従って、誤り、罰となりますえ。そもそも集会ってどんなものかえ知っていますでしょうか マンションの所有者であれば知っていると思うんですけどもマンションの所有者じゃないと知らない方もいると思いますので簡単に説明します集会っていうのは分譲マンションで建物及び敷地の管理に関する事柄を決定するために少なくとも年に1回以上開催される集まりのことなんですねつまりマンションについて何かを決めるために所有者が集まるのが集会だということですでは問い2です 宅検業者 A 社が業務停止処分に違反したとして免許を取り消されその取り消しの日から5年を経過していない場合 A 社は免許を受けることができない丸か×かという問題ですで答えは丸ですね不正手段により免許を取得した場合業務停止処分自由に該当し上場が特に重い場合業務停止処分に違反した場合この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は その取り消しの日から5年これを経過していないと免許を受けることができないんですねしたがって免許取り消しの日から5年を経過していない場合 A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということですまあ基本中の基本の問題ですねえこれは解けると思うんですけれども似たような問題で注意すべき問題があります引っ掛け問題として出題される部分で受験生もよく勘違いしている部分なんですね でこの点は少し、えー、話が長くなりますので、えー、個別指導でお伝えいたします、えー、個別指導の受講者さんは、えー、受講者専用のメールマガの方、えー、ご確認いただければ載っていますのでそちらからご確認くださいで戸井さんですね開発許可の問題です非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであって 当該開発の規模が3000平米以上である場合には、開発許可が必要である、ルか×かという問題ですね。答えは×です。開発許可は不要だということですね。結論から言うと、非常災害のための応急措置、これっていうのは開発許可が不要です。だから答えは×になるということです。で今回の問題は、まあ、それだけで解けちゃうんですけれども、 開発許可には考えるプロセスがあるんですねでそれを知らないと引っ掛け問題に引っかかっちゃいますそして開発許可の用否であなたなりに答えを導くプロセスがあって絶対間違いない自信があるのであればあなたのプロセスを使ったらいいですそうでないなら弊社の答えを導くプロセスを使った方がいいです法律はルールに従って答えを導けば、まあ、必ず正解になるんですね必ず正解になります つまりえ合格者はそれを知っていて不合格者はそれを知らないだけなんですね合格者になるためにもえ答えを導くプロセスをどんどん頭に入れていきましょうそして初めにもお伝えをした通り個別指導の値上げまであと1日となりました理解をしながら勉強して今年の試験で絶対合格したいそういった方は是非個別指導をご検討ください今からであれば今年の試験に間に合いますんで一緒に勉強して今年の合格を一緒に喜びましょう 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。